ママ企画です。何やるの今日は？ですね、はい、あ、はい、はい、これを破る企画ですか？いくらありますか？3000円。これを持って、うん、竹下通りに行きます。え、はい。で、今話題のものとか、まあ、定番のものとか何でもいいんだけど、3000円でいろいろ食べていきましょう。はい。で、食べ物以外は買っていいですか？で、基本食べ物にしましょう。あ、はい。話題のスイーツとかいっぱいあるよね。うん、食べたいのはロールアイスとクレープと金の鳥から、あとポテリコ食べたい。僕はポテリコと金の鳥から。あと、なんかこんぐらい長いポテトチップスとかソフトクリームとかも今話題なので、それも食べてみたいです。では、竹下通りに飛びます。せーの、原宿に着きました。これから3000円企画やっていきたいと思います。行こう。超美味しそうなの見て。これにしようかな。でもなんか人気メニューだって。クレープはイチゴにしたいからこっちにします。これか、これどっちにしようかな。これも美味しそうだね。でもこれでいい。戻ってくるんだ。うん、そう、超美味しい。伸びるかな。おお。今見て、700円。ポテトチーズドッグ、アイスだみたいな。アイスでいいの？ポテトもあるよ。ビームの超長い。34センチ。うん、オッケー。ありがとうございます。ありがとうございます。すげる。刺さりそう。どうですか？うん、あ、溶けてきた。マジ？あ、本当だ。倒さないでね。あ、倒れてきた。あ、もうなんかお腹いっぱいになっちゃう。タピオカまだ500円ぐらいしか。それってエチュードハウス行きたいから違うって言ってる？違う、ローマの宮殿みたいな。宮殿なの？ストバー、はい、レブルエキリやった。メロンソーダ美味しい。うん、炭酸はレベルある。レベル4どうなるんだろう。美味しい。炭酸あんのかと思ったらない。え、青とか入れたら。すごい。めっちゃいいじゃん。これ食べた。あっち。これ持ってるだけで辛い。おふ。Yes, yes. うん。すごい。これ食べます。セブンですけど、セブンでこれ買いました。甘くて普通のお茶が飲みたかった。1.5? うん、うん、金の鳥から 1.5 倍買いました。おいしい。ほら、おいしい。あと600円ぐらい残ってんの。私は1200円ぐらい。じゃあアイス行こうか。見て、LOL サプライズ、なんか最近欲しいっていうさ。なんで？趣味が変わったの、なんか。へ
でもさ、高いじゃん。どうした方がいいと思いますか？もうね、リクエストは来てます。紹介の？はい。じゃあ紹介しましょうか。うん、考えときます。はい、あの5個ぐらい紹介します。考えときます。はい。これも食べたかったんですけど、お金ないのでこれ食べます。持ち帰り、これ持って帰るんだ、これ。はい、ということで終わりました。今残っているのは381円です。610円です。まだ残ってるんですけど、もうお腹パンパンなので帰りたいと思います。はい、バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。